シュバーナウ島は、スイスのシュビーツ州にあるラウエルツ湖に浮かぶ島。島には、シュバーナウ城跡、礼拝堂、レストランがある。シュビーツ郡ラウエルツ市に入るが、島自体は、シュビーツ州政府の所有である。島は、ラウエルツ湖の南岸から約125メートル離れた位置にあり、ラウエルツ市街に近い。島の最高地点は、平均湖面から22メートルで、 海抜高度では469メートルである。ラウエルツ湖にはもう一つ、無人島のロケンブルク島があるが、シュバーナウ島の方が5728平方メートルと大きい。島には南側の湖岸から公営の旅客フェリーで渡ることができる。体の不自由な旅客は対応できる船を利用して島に渡り、車庫エレベーターで乗席、礼拝堂、 レストランのある木材橋まで上がることができる。スイス国立博物館の考古学的調査によれば、島には、紀元前1200年頃から人が居住した痕跡がある。シュバーナウ城に関する文書はほとんど残っていない。島は周辺を支配していた、レンツブルク家が所有していたが、同家が滅亡した後、1173年頃に、キーブルク家が支配権を握った。 12世紀の終わり頃から13世紀前半にかけて、城の本丸や居住区の円形状壁などが築かれたと考えられる。13世紀中頃には火災によって廃城となっていると考えられるが、陛下にかかったかどうかは明らかではない。その後1273年頃には、ハプスブルク家の支配下に入った。中世の記録では、ザルネン白書に、シュバンド王という名前で言及される。 島は、歴史上、忍者が住み着いたことがしばしばあり、1684年に、居住していたヨーハン・リンダーなど17世紀から18世紀にも、忍者がいた。その1684年には礼拝堂が建てられ、ザンクとヨーハン礼拝堂と呼ばれたが、これは、ナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍侵攻の際に、被害を受け、 1806年のゴールダウジ滑りによって引き起こされた津波によって完全に破壊された。1808年にシュビーツ教会は島をルートビクアウフ・デアマウア将軍県知事に売却して礼拝堂の再建を託した。島は1967年まで将軍の子孫の所有であったが、その年にシュビーツ州が買い取った。2009年に島は面目を一新した。 ラウエルツコの南岸から望むシュバーナウ島、ありがとうございます。